say, darling, 'cause you'll fake it. はい、カズです。動画をご覧いただきありがとうございます。今ですね、私たち家族はですね、どこにいるかというと、ゴールドコースト国際空港にいます。はい、真夏のオーストラリアですね。まあ、1月ですね、思いっきり仕事したので、まあ、2月はですね、ちょっとお休みをいただいてですね、まあ、家族で真夏のオーストラリアでちょっとゆっくり過ごさせていただこうと思っています。はい、でですね、まあ、ゴールドコースト空港ですね、実はここは目的地じゃなくって、これからどこに行くかっていうと、カンちゃんどこ行くんだっけ？もう一回？バイロンベイ。はい、バイロンベイという町に行きます。はい、ゴールドコースト空港からだいたい1時間くらいですね、車で走った場所なんですけど、まあ、オーストラリアのですね、まあ、最東端、一番東にある、まあ、ちっちゃな町で、すごいのんびりした町なんですけど、4年前くらいかな、4年前くらいに私たち夫婦がですね、世界一周旅行をしてた時のですね、1ヶ月くらい、まあ、過ごしたちょっと思い出のある町で、本当に、まあ、いわゆるヒッピータウンなんですけど、まあ、ナチュラルショップだったり、まあ、ナチュラルフード、オーガニックフードだったり、まあ、カフェだったりですね、サーフカルチャーだったりとか、まあ、音楽だったりとか、まあ、本当に簡単に言うと最高な街があるので、ちょっとそこでゆっくり過ごそうと思っています。はい、この相棒のですね、バックパックもですね、引っ張り出してきました。はい、まあ、2年間のですね、世界一周旅行に行った時にですね、使っていたまだまだ現役のバックパックをですね、引っ張り出してきました。まあ、夜のフライトだったんですけど、まあ、そんなちゃんと寝れてないですけど、まあ、この子もまあまあ寝たのでですね、これから、ワイロンベイまでですね、おそらくバスじゃなくてウーバーというですね、まあ、簡単に言うと白タクですねを捕まえて行こうと思っていますので、もしですね、興味があれば、ここからワイロンベイの、Airbnb というですね、ものを使って、まあ、貸し別荘みたいな一軒家を借りようと思っているので、そこまでのですね、道のりをご案内しますので、見ていただければと思います。じゃあ行ってきます。行ってきます。 Don't hide the tears, 'cause I know you're breaking. 着替えました。今から出発します。ゴールドコースト空港外のですね、ウーパーのコレクションポイントになります。ここで待ち合わせをしてですね、まあ、いわゆる白タクですね、ウーバーを使ってバイロンベイまで行こうと思っています。まあ、タクシー使うよりですね、全然安いですし、バス使うより実はですね、まあ、3人だと安く済んだりするんですね。夏ですね。もう2分くらいで車が来るそうなので、じゃあもう車来るよ。ドライバーのデュアリスさんです。これに乗っていきます。レッツゴー。 Thank you. Thank you. All this love and all this pain you've given. All this love and all this pain. Bring them for my another world. ちゃん座って。Thank you very much. Gracias. Twitter. ここがオフィスみたいですね。ここで Airbnb の鍵をもらいに行きます。ゲットしました。バンちゃんにビビって泣きました。じゃあカンちゃん、お家行こう。この辺のはずなんですが、もうちょっとかな。I know what you're saying, and I know it's a fucking lie. ほれ、カンちゃん中入っていいよ。ボード乗りたいの？ボード乗るの？荷物置いてから行こうよ。はい、ということで到着しました。ここがですね、私たち家族はですね、約1週間ですね、ゆっくり過ごす場所になります。はい、ホテルではなくですね、 Airbnb で借りた一軒家になります。まあ、リビングルームと、まあ、テラスとですね、ベッドルームとキッチンと、そんなに広い場所ではないですけども、まあ、3人家族では十分の広さかなというふうに思っています。はい、場所的にはですね、まあ、バイロンベイの街の中心からちょっと外れたビーチの近くにあるですね、
場所になるんですけども、本当にビーチに行くにはすごく便利ですし、まあ、街の中心より静かでですね、まあ、ゆっくり過ごせる場所になります。はい、こんな形で、まあ、ホテルではなくですね Airbnb を使ったこう旅行の仕方もすごくやっぱおすすめなのかなというふうに思っています。また今回ですね、タクシーを使わずに Uber を使ったりですね、いろいろこう賢い旅行の仕方ってありますので参考にしていただければと思います。はい、今日はこれから少し休んでですね、今日の買い出しをしたりとか、あとは明日からはですねバイロンベイのマーケットだったりとか、いろんなバイロンベイのですね、まあ、ナチュラルオーガニックな、まあ、ヒッピーなですね、情報をですねお伝えできればと思いますので、興味があれば見ていただければと思います。あとサーフィン行ったりですね、サーフィンすると結構イルカと会えたりとかもするので、はい、楽しんでいければと思います。もし興味があればですね次回以降の動画も見ていただければと思います。ではバイバーイ。